ふんわり、とろーり、チョコがとろけ出る米粉マフィン、一緒に作っていきましょう。こんな感じです。さあ、ご一緒に。レシピはマフィン6センチ8個分で作っていきます。無調整豆乳 100g、米油 50g をボウルに入れていきます。甜菜糖 50g、甘さ控えたい方は10g 減らした 40g がおすすめです。豆乳苦手な方は牛乳やオーツミルク、アーモンドミルクなど代用できます。米油がお家にないよ。その場合はサラダ油、菜種油、太白ごま油、オリーブオイル、ココナッツオイルなどなど好きなオイルで代用してください。濃厚な味わいが好きな方は、溶かしバターなども使えます。甜菜糖がない方は、きび砂糖、黒糖、ココナッツシュガー、蜂蜜、メイプルシロップ、液糖も OK です。もちろん白砂糖、グラニュー糖でも作れます。材料を入れたら、お砂糖が溶けるまでよく混ぜ合わせてください。油の浮きがなくなれば、混ぜ合わせが OK でございます。続きまして、米粉 100g とベーキングパウダーを 8g 入れておきます。米粉はいつもの強力食品さんの米の粉というメーカーを使っております。米粉によってこう仕上がりが違ってきますので、皆さんの同じ仕上がりが良ければ、同じものをお使いになっていただけるといいかなと思いますし、あとは富澤商店さんの米粉も私はよく使いますので、そちらであればあまり変わりがないと思います。他のメーカーであれば加水量調整してください。マフィン型がお家にない方は、こちらダイソーのパウンド型 M サイズですね。こちらもおすすめです。焼き時間は10分ほどプラスしてください。直接流してもいいんですが、何度も使えたら嬉しいですよね。オーブンシート重ねてあげてください。他にはダイソーで紙のこうマフィン型なども売っているので、そちらもおすすめです。あとはプリンカップ、後で出てくるんですが、ココト型などにアルミのカップをさっとこう落としていただけると、こちらも即席のマフィン型になるので、お持ちでない方はわざわざ買う必要ないので、このあたり参考にしてみてください。チョコ味が好きな方は生地にココア入れても OK です。今回8個分に対してチョコを 60g 刻んでのせました。このあとですね、シナモンが大好きなのでシナモンかけました。クリスマスのスパイスケーキが好きな方はオールスパイスなども入れるとさらに風味がアップします。そしてココアやココナッツを足しました。180度で15分焼きました。今回石窯ドーブのオーブンを使用しました。ガスオーブンの方は170度に下げて、ちょっとね、火が弱い方は少しプラス5分から10分オーブン足してあげてください。焼けたらすぐに型から取り外していきます。今回チョコ入れましたが、ベリー、冷凍のベリーやジャムなども美味しいと思います、ね、この出来たても美味しいんですが、また時間が経ってからこの美味しさ食べたいですよね。でもまた作るのは面倒という方は冷凍もおすすめです。その場合はラップをかけてしっかり密閉させてあげてください。乾燥しないように。常温解凍または電子レンジで10秒から20秒くらい加熱するといいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。米粉スイーツ教室をやっているリディクッキングのプリンと申します。引き続き頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。